夫婦で家を購入した時に、家なきこの乙女が浮かれまくり、こちらの都合をまるっと無視して、転居1週間後に押しかけてきた。来る前にした約束ごとも、次々と保護にされ、将来どんなに泣き疲れても、とても同居ができない人たちだと、その時点で私は目覚めた。それまでは、旦那が一人っ子なので、ある程度覚悟してた。さて、多忙のため時期をずらせと何度も言ったのに聞き入れなかったために、あらかじめ旦那は一泊しかさせないからと念を押していた。しかし遠距離別居の乙女は、せっかくこっちまで来たからキロは旅行しながらのんびり帰る、そのつもりで向こう市営住宅は何日でも留守できるようにしてきた。だけど手配してないし旅行行けるかななどと言い出し、何日でも我が家に居座る構えを見せた。行き先も決めてないんですか？もしかして旅行したことないんですか？と私が聞くと、とめは、ちゃんとガイドブックは持ってきてるわよ、と鼻息を荒げて本を広げ、候補の宿について語り出した。私がずっと席を立って PC を立ち上げると、何も言ってないのにあうんの呼吸で旦那が宿の名前を読み上げる。私、ネット予約やってますね。明日空いてます。旦那、サンキュー、今すぐ押さえちゃってくれる？翌朝、状況が飲み込めていない乙女を、夫婦で車に押し込んだ。旦那は旅行慣れしてない乙女に、もう宿取っちゃったんだから、絶対泊まらないとダメなんだってば。と言い聞かせ、もっとここにいたかった。と、私に文句を言ってきた乙女に私は、しょうがないですよ、無理やりいらっしゃるから、せめて旅先ではのんびりしてくださいね、ではさようならと挨拶した。かつてあれほど爽やかな余韻に浸れたさようならを私は知らない。もう2年も前の話だけど、私は義両親との付き合い方を変えたため、その日以来乙女とは二度と顔を合わせていない。